では午後日が差しそうです。最高気温は25度以上でしょう。東京、千葉です。雲が広がりやすいものの、午後は八王子や府中でも晴れ間がありそうです。最高気温千葉26度の予想です。神奈川、伊豆諸島、小笠原諸島です。伊豆諸島と小笠原諸島、日中晴れる見込みです。神奈川県内、雲が多めながらも日が差して、横浜の最高気温26度でしょう。降水確率を見ますと、関東北部で 30% のやや高い確率の時間帯があります。予想気温です。最低気温、多くのところ20度以上、日中の気温はほとんどのところで25度以上、夏日でしょう。熱中症予防情報です。正午と午後3時、黄色色、警戒ランクとなっています。風と波です。風は弱くて、波の高さ50センチから1メートル50センチでしょう。さあ、この先1週間の天気です。明後日以降、晴れる日が多いでしょう。雨が少ないです。農家の方、水の管理もご注意ください。そして明日の朝の天気、朝空。朝曇っていても日差しがあって、日中蒸し暑いですね。はい、汗拭きタオルがあるといいなと言ってます。濡らしたタオルも気持ちよさそうですね。演奏地内です。ゆったりできそうな感じがします。しかし、気になるのは、ここに風呂ですか。お風呂の位置も寒くなるから。普通のお湯で体を温めて、水に捉えますと、もうゴールのお湯が出るという感じでしょうかね。強火で言うと、薄めの麦茶が出てくる。念のため、洗面所の水も確認。茶色い。茶色いですね、色が。ちょっと、この色の成分調べてから。豊田絶景ツアー5日目。ここは人口2000人。